遠い世界ほど拡大している。遠い世界は間接感覚の世界。テレビに出てくるニュースは拡大している世界。つまり直接感、五感の世界を現実というなら、テレビのニュースは現実とは言わないっていうね、ことですね。こうやってこうしっかり線引きをします、ね、このね線引き、私ねこれ自分で、まあ、自分で考えたわけですから、ね、人類最初の人でしょこの線引きをやるもういちいち困ったみたいな感じですよねそれこそ自分が生まれたのってなかったんだとかねなっちゃいますから、今まで信じてきたことをもうとにかくねもう壊すしかなくなるんですよね。だから生まれたんじゃなかったのねみたいなねことになりますよね、というふうにこう壊していくんですね。まあ中級でね、皆さんが歴史っていうものは皆さんの意識に従って見えているものですよっていうねことを学んだと思うんですけれど、こうやってねなぜその歴史を、まあ、崩さないといけないか、ね、歴史があると思ってる限り結局そこに被害者を見るじゃないですか、ね、無理やり奴隷にされちゃった人とかねそういう人を見るから、そういうことってあるよねになっちゃってるんですよ、その脳が。だからそれをやめてほしいわけですね。それを持ってる限り自分の人生を自分がコントロールできないからなんですね。だから自分じゃない、全然知らない人っていうかね、見たこともない人が文字としてね、歴史でこんなことがありとかね、こう書かれている、それをなんで信じる必要があるんですか、ね、信じると実はそれが自分の深層意識に刻まれるんだ、それがやっぱり自分に影響するんだっていうことをね、皆さんに知っていただきたいんですよね。そのためにそういうふうにね、あなたの深層意識が映ってるんですよ。だからそれをね現実だと思うのをやめてくださいということによって、それを深層意識にね刻むのをやめようと、ね、やめていけばだんだん減りますからね、そのうち消えていきますよね。ということで何を現実として何を現実としないか、そこに明確な、まあ、ルールがあるわけですけども、これをやることによって確かに消えていくものがあるんですけれども、だからこそ自分の人生が自由に作れるっていうねことですね。新しい今まで使ってなかった脳の部分にそのエネルギー持ってこれるってこと。だからそれこそ未知なんですよ。だから私もね、何が次起こるのかわからないですよ。だけど今までずっと感情脳に使っていたこの、あの人どう考えてるのかしらみたいなねそういう脳のエネルギーをもう使わなくてよくなるんですね。まあ五感がねそうなるかわかりませんよ、だけどその想像力という意味で階層を超えちゃうので、全く別の想像の世界、クリエーションの世界が現れるってことです。今の脳では私の脳では分かんないんですね。分かんないんですよ。そこが面白いじゃないですか。そこへ行くんですね、うん、この感情から抜け出せないの人類はね。だから早くここをね抜け出さないといけない。ですから逆に最近 AI が出てきてね、で AI にはもともと感情ないじゃないですか、うん、それなのに感情ができて人間を殺そうとしたとかね、なんかバカなことを言うわけですAI にもね感情をね投影するなってことですよね。ということで逆にその感情投影せず AI っていいわね、便利ねって思うのが本当はすごくこう進化した態度だっていうことですね。でも口で言ったってダメなんですよ。その感情をいっぱい使いながら、はいいですよねって言ったってやっぱり投影はするんですね。だから実際にちゃんと感情をそのもう使わない、あまり使わないようになった時に AI を普通にいいものとして、うん、見れるってことですね、うん、ということで人類最大の錯覚から脱出するには、ね、もうみんな錯覚にはまってたんですよね今までね。だからルール通りに世界を分類しなければこの錯覚から出ることはできない。唯一の脱出法は存在していると信じたいものを信じるのではなく、ルールに従って存在を信じなさいってことですね、まあ、ということでルールに従って存在を信じる。だけど例えばですね、うちのお母さんは金持ちだっていうのをね
ずっと、信じてきた。でも証拠がないから、あ、じゃあこれって間違いかしら。で、否定せよってことではないんですよ。つまり現実ではないというレベルだよねっていうことを認めた上で、それを思考するのは OK なんです。これ意識してるんですよね。だから意識してこうやって選び取っていくんですよ。何を信じたいんですかっていうね。で、まあ、この20円の図ね、これはおなじみの図ですね。で、この錯覚から抜け出そうというこの青い丸が書いてある図なんですけど、これがその外側ほど拡大すると仕組みを説明してるんです。だから自分はエネルギーが濃いでしょ。だからここがものすごく濃度が濃い。で、遠くは薄いんだけど同じものよねって思うから、逆に外側が濃く見えていくということで、錯覚から抜け出す思考のエネルギーは自分が一番高い、まあ、この自分っていうのは全自分ですね。全自分が全部持ってるんですよ。自分のところが濃いということは遠くが薄くなりますから、拡大率としては向こうが上がるんです。これがまた原因で、私たちはその自分がなんかこうすごく小さく感じるんですね。まあ、さっきの石の取り替えの話ですけど、まあ、100個にしないにしてもとりあえずいっぱい欲しいなと思うと10個の石をすぐに取っかえ引っかえしちゃうんですよ。そうすると結局自分の方が小さいと感じちゃうんですね。そして、まあ、それは結局石はねとどまらないから思考がたまらないんですけれども、そうすると外側の方がどうしても、何か自分よりもすごい人のような気がすると。まあ、ということで、この拡大率とそれだけのエネルギーの量の少なさ、ね、拡大率が高いとエネルギーが少ないってことですが、っていうことが結局プラスマイナスゼロになるようにできてますっていうのがこの左の下の図ですね。はい、そして錯覚から抜け出そうっていう右の図ですけれども、右の下ですね。つまりその拡大の仕方には2種類あって、一つは一人の人がものすごい人に見えるっていうね、あるいは一つの現象がものすごい現象に見えるっていう現象としての拡大の、まあ、認識の錯覚ですね。それとその人が増えるという感覚、その錯覚が主にはあると。まあ、と細かく言うと時間が長いとかですね、そういうのも拡大の錯覚ですけれども、実際にはちょっとしかないものを長く感じるとかですね。これは思考率が少ない、うん、マイナスってことは少ない。それは拡大の図です。これですね。こちらはこれで言うと、ここは思考が少ないでしょ、はい、少ないところは拡大率が高いということを示した図です。なるほど。重ねてくださいってことですね。それを重ねると、まあ、この左下の図になるよと。ちょっとなんか真ん中だけポコッとなってるのはそれはそこが得意点だからですね。最近ね、得意点が別の意味に使われてますけれど、ここだけは法則が成り立たない場所、この真ん中、自分が立ってるところ、つまり自分だけは得意点だってことです。ですから自分だけは死なないっていうことです。そういう意味なんですね、うん、この真ん中ね、ここに人が立ってますよね、はい、それとこちらちょこっとポコッとへこんでますよね、はい、これは得意点だっていう表現をしてるだけなんですね。で、自分だけは法則がなんていうの、適用されません。だから他の人は死ぬんですよ。だけど自分がなぜ死なないの？自分は総合体だから。総体単体と私は言いますが、自分だけは袋の中に石をいくらでもね、入れ替えられる人なんですね。でも周りの人はその石が投影された人ですから、周りの人には法則としてね、まあそのうち死ぬよみたいなことがありますが、自分だけは死なない。そういうふうにそのみんなに適用する法則が自分だけには適用されないんですよ。これを得意点っていうんですね。得
別に異なる、うん、そうです、特別に異なる点です。ここだけは例外ってことです。まあ、私たちが生まれながらにね、自分を特別って思ってますよね、うん、それはこのせいなんですね。本当に特別なんです。はい、第3部まで終わりました。